加賀西公園にある厚巻厚林記念碑東京第二陸軍造兵賞は第二本帝国陸軍の陸軍兵器賞の一つ略称に作り主に東京都板橋区の板橋製造所を指す1940年に組織改編によって陸軍兵器賞の板橋の火薬工場が東京第二陸軍造兵賞となった赤羽線を挟んで東の十条川 東京第一陸軍造兵将となっている。板橋製造所の他に、深谷製造所、曽根製造所、宇治製造所、岩花製造所、忠海製造所、香織製造所、荒尾製造所があった。1876年に、加賀藩江戸下屋敷の広大な跡地に石神井川の水力を利用した火薬工場が発足した。明治政府が、 初めて設置した火薬製造所である。陸軍造兵賞の加工所となり、1940年陸軍兵器賞、東京第二陸軍造兵賞に改編された。東京第一や板橋製造所王子工場、堀船倉庫とを結ぶ鉄道も付設されていた。野口研究所、東京火星大学、学場技工専門学校などに、当時の建物が現存する。2008年には、 旧東京第二陸軍造兵所建物群が、板橋区登録有形文化財となった。2014年に、旧野口研究所の敷地に朝日化成、不動産レジデンスによるマンション開発計画が持ち上がると、板橋区は、旧東京第二陸軍造兵所内火薬、研究所陶近大海産軍調査団を結成し、研究報告書を作成、2016年には、 朝日火星から、加賀公園側の土地の譲渡を受け交有化し、同時に、史跡指定を目指した。2017年10月13日に、陸軍板橋火薬製造所跡として国指定史跡に指定され、また2018年3月29日付で、板橋区登録記念物に登録された。史跡公園として整備され、2024年にオープンする予定である。 マンション予定地にある建造物も英家により、史跡公園予定地内に移される。選挙区悪化に伴い、板橋工場の疎開先として1年で用地買収を済ませ、1944年10月に解消した。10ヶ月後に終戦。玄孚家第一高等学校の場所に本部が置かれ、深谷工場、民古工場、串引き工場が存在した。 従業員は2375人。深谷製造所給水塔は2003年に国の登録有形文化財に登録された。東京砲兵工廠岩花火薬製造所と称した黒色火薬の製造所が1882年11月より設置されていた。その後、1923年4月に陸軍造兵商家工渉岩花火薬製造所へ、 1940年4月に東京第二陸軍造兵賞岩花製造所へとそれぞれ解消し1945年の終戦を迎えるまで黒色火薬やダイナマイト、軍用火薬、民間用の産業火薬の生産、供給を行っていた。敷地内には岩花京弁鉄道が引き込まれていた。現在、都市公園群馬の森及び漁師科学技術。 研究開発機構高崎領使用用研究所及び日本火薬高崎工場となっている。現在もコンクリート製の関連施設の廃墟が現存するが公開はされていない。ただの海製造所で作成した毒ガスを砲弾に充填していた施設。戦後、警察予備隊、陸上自衛隊に継承され、現在は市街地戦闘訓練用のソネ訓練場として立地。 敷地内には保存状態が良くないものの、曽根製造所当時の施設が保存されている。ありがとうございます。